はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の考察は、最新アップデートバージョン13.20のマップ変化7箇所の紹介とその考察動画となります。マップ変化1、新しい島。今回のアップデートにて、ザ・シャークの北側に新しい小さな島が追加されています。チャプター2、シーズン3の開始時に、フォートナイト運営からプレイヤーに届いていたメールに、 水位が下がるにつれて明らかになると書かれていたので、チャプター2シーズン3ではアップデートごとに水位が下がっていくのではないかと自分は予想していたのですが、今回マップのどこを探してみても水位は下がっていませんでした。もちろんこれから水が引いていって水位が低くなる可能性は十分あるのですが、6月30日の現時点では シーズン3開始時と水の位置に変化はありません。ここで謎になるのが、なぜ水位が下がっていないのに、この場所に島が現れたのか。水が下がっていないのに、島が現れたということは、この場所の地面が盛り上がってきているということになります。現実世界でも、最近、小笠原諸島にて、海底火山の爆発により、 一夜にして島が現れたという事実もあったように、島が突然できるということは、この場所に海底火山がある可能性などが考えられます。火山といえば、チャプター1、シーズン8に現れたこちらの活火山。以前から自分は、チャプター2の世界は、チャプター1、シーズン8と深い関わりがあるのではないかと言っていましたが、実際、現在のアイテムショップには、 シーズン8のプリズナーやルインと関係があると思われるブレイズやドミニオン、マリスが販売されています。チャプター2の世界とチャプター1、シーズン8の世界、やはり何かしらの関係があるのではないでしょうか。また、実はこの新しくできた島の周辺、例えばこの灯台やすぐ南にあるこの非常に大きな渦潮は、 シーズン3にてフォートナイトがコラボしているアクアマンと関わりのある非常に重要な場所となっておりチャプター2シーズン3のワンタイムイベントはこの場所で発生するのではないかと自分は考えていますそのアクアマンとのコラボシーズン3ワンタイムイベントに関する考察動画については今週中にアップしますので楽しみにしておいてくださいマップ変化に 白熊とノーム。前回のパッチまで、この場所、ウィーピングウッズ周辺にて、熊さんたちとノームたちが船で漂流しており、そこで熊さんたちとノームたちが、スカイの部屋にあったボードゲームで遊んでいたのですが、なんと、この船が消えてなくなってしまいました。チャプター2、シーズン2では、この熊たちとノームたちの争い、そして、争いから和解までの、 一連の物語にて様々な隠しミッションが存在しており、その隠しミッションをクリアするとたくさんの経験値がもらえていたのですが、先ほど紹介した新しくできた島、この島にあるこの場所にて木材を100与えるという隠しチャレンジが今回発生しています。もしかするとチャプター2、シーズン2にて行われていたマたちとノームたちの隠しチャレンジは終了し、今回 チャプター2シーズン3からはこちらの可愛いいサンゴたちの物語隠しチャレンジが始まるのかもしれません。クマたちとノームたちの争いはゴーストとシャドウの争いを表していたようですが今回のこのサンゴがいる丸い枠はフォートナイトの世界そのものを表しているようにも見えます。そう考えるとこの島の外に止まっている 海賊船が非常に怪しく見えてきます。チャプター1、シーズン8では火山の登場とともに海賊が登場するシーズンでもありました。やはりこのチャプター2の世界はチャプター1、シーズン8の世界と非常に深い関わりがあると考えて間違いないようです。マップ変化3、ポスター。マップ中のあちこちに存在する建物にこのような 車のポスターが貼られています。特に、レイジーレイクの車屋さんの周辺には、多くの車のポスターが貼られており、シーズン3のトレーラー動画にて、車を運転している様子が映し出されていましたので、もうすぐ、このフォートナイトの世界に、運転できる車が登場することを示唆しているのではないでしょうか。ここで、気になるポスターが一つあるので紹介します。こちらのポスター。 ウィップラッシュという文字とともに昭和時代を思い起こさせるような古いタイプのスポーツカーが描かれておりウィップラッシュの意味は無知打ち症車の追突事故で首を痛めることを無知打ち症というのですが正直とんでもなくひどいネーミングセンス名前が付けられた車なんですよねただここで注目すべきはこのスポーツカーの形このスポーツカーは 映画、バックトゥーザ・フューチャーに登場するデロリアンという車に非常によく似ているんですよね。実はシーズン3のトレーラー動画のこの場面、ニャッスルがバーベキューの上を通り、足に火がついてしまい、そのまま足元を燃え上がらせながら進んでいる映像となっていますが、実はこのシーン、映画、バックトゥーザ・フューチャーの有名なワンシーン、デロリアンが タイヤに火をつけながら走り、タイムワープする場面と非常によく似ているんですよね。最近、フォートナイトは、スターウォーズをはじめ、デッドプール、キングスマン、アクアマンといった有名な映画とコラボすることが多いですので、もしかすると今後、映画、バックトゥーザフューチャーとのコラボがあるのかもしれません。マップ変化4、デッドプールのパンツ。 ソルティースプリングスのこの場所になぜか突然デッドプールのパンツが現れました。チャプター2シーズン2のデッドプールのチャレンジにてデッドプールのパンツを賞賛するというチャレンジがありましたのでその時のチャレンジの名残というか運営側の消し忘れで今回登場したとも考えたのですがシーズン2のデッドプールのチャレンジでデッドプールのパンツが現れた場所は ザ・エージェンシー、スウェ e ィ t y Sands, d i ドックス、スラーピースワンプ、雪山の5箇所であり、そもそもこのソルティースプリングスにはデッドプールのパンツは存在していなかったんですよね。では、なぜ今回デッドプールのパンツが突然現れたのか。自分のツイッターでも紹介していましたが、実は今回のアップデートに合わせてクリエイター向けに エピックゲームズからメールが届いており、そこにはヒーローの到来、強力なヒーローが今週アイテムショップにやってきます。ご期待ください。と書かれているんですよね。そして現在6月30日ですが、4日後7月4日はアメリカ国民にとって非常に重要な祝日、独立記念日がありますが、 この独立記念日と同じ誕生日のヒーローが一人います。それがキャプテンアメリカ。このキャプテンアメリカはデッドプールと同じマーベルコミックのキャラクターであり非常にたくさんいるマーベルコミックのヒーローの中でこのキャプテンアメリカだけがデッドプールに対して好意を持っていると言っても過言ではありません。デッドプール自身もデッドプールの子供の頃に ヒーローであるキャプテンアメリカに憧れており、デッドプールにとってキャプテンアメリカは数多くいるマーベルのヒーローの中で唯一心を許しているヒーローだと言われています。キャプテンアメリカの誕生日である7月4日まで残り4日であること、コラボが終わったと思われたデッドプールのパンツがまた突然現れたこと、今週7月4日に キャプテンアメリカのコラボスキンが発売されると考えて間違いないのではないでしょうか。マップ変化後、事故現場。大量の椅子を運んでいたトラックと大量の木材を運んでいたトラックが事故を起こしていたこの場所。シーズン2から小さな変化が何度も続いていますが、今回この場所にクレーン車が現れ、事故で横転していたトラックを釣り上げています。 このまま無事に自己処理が進めば良いのですが、シーズン2にて崖下に落下していた車を引き上げようとしていたクレーン車は崖から落ちてしまいましたので、今回もこのクレーン車が崖下に落ちてしまうんではないかと心配しています。また、この場所のすぐ下にある小さな家、この家の1階部分の外壁と2階部分の床は前回までは存在していませんでしたので、 ほんの少しだけですが、この家の建設が進んでいるようです。シーズン2では、この建築中の家に降りるプレイヤーも少なかったと思いますが、現在、この小さな家のすぐ近くには、非常に強力なミシック武器である、チャージショットガンを持っているキットがいますので、今回、この家の小さな変化に気づいたプレイヤーも多いかもしれません。また、キットのすぐ近くということもあり、やはり、 この建設中の家はストーリーに関わる重要な建物の可能性があるのではないでしょうか。マップ変化6、リング、リプレイ機能を使いマップを探索するとマップ中に水色の謎のリングがいくつも浮いているのを見ることができます。正直これはストーリーに関係があるものというよりも今後 チャレンジのミッションで使うものだと考えて良いと思いますので、今回特に考察は行いません。マップ変化7、ジョンジー。現在、スウェーティーサンズの桟橋にて、意味深なジョンジーの撮影が行われていますが、今回のパッチにて、ジョンジーの足元にディスコのパネルが追加されました。チャプター2、シーズン2のワンタイムイベントに現れたジョンジーですので、 正直、この撮影場所はとても怪しいと思うんですが、今のところこの撮影が何を意味するのか自分には全くわかりません。何かこのジョンジーの撮影について考察がありましたら、よかったらコメント欄に書いてください。参考にさせてもらいます。また、この場所は今後も小さな変化が続いていくのではないかと考えられますので、今後も注目しておきたいと思います。 はい。今回のマップ変化紹介と考察、いかがでしたでしょうか今回のマップ変化は、パッと見ね、どうでも良さそうな小さな変化ばかりでしたが、考察してみると、どれも非常に重要なマップ変化であるということがわかったんじゃないかなと思います。これからもね、このような小さなマップ変化とか、考察動画、攻略動画、みんながね、わかりやすい動画をたくさんアップしていきたいと思いますので、 よかったら、フォートナイト好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。